皆さんは芥川にある坂道を知っていますか？坂道とは川の段差部分を魚が通過するために設けられた魚の通り道です。芥川では淀川の合流地点から雪橋までの間、市民、研究者、行政などの協働によって魚道が整備されています。今回のクローズアップナウは芥川の魚道について、さまざまな活動とこだわりの技をご紹介します。魚道作りに関わった NPO 法人芥川クラブの代表の山本忠夫さんにお話を伺いました。山本さん、この芥川に魚が遡上する魚道がどうしてあるんですか？芥川にはね、淀川の合流点から高脇橋までの間に8キロあるんですけども、はい、その中に10カ所の共同っていう、はい、で本当はね、正式名称は漁道っていうんですけれども、はい、人にはね、人の道っていうのがあります。で魚にも魚の道っていうのがあっていいんじゃないの、ということで、はい、芥川では魚道というふうに、親しみを込めて言ってます。なるほど。どうして魚道が必要なんですか？鮎なんかはね、海から川に入ってくる回遊魚という魚ですね、はい。でそれ以外に普段川に住んでるオイカとかカワモチとか、そういうものはね、海との行き来はしないんですけれども、川にはずっと住んでるんですね。でそういう魚たちも全然動かないではなくって、ある程度自分の生育によって少し移動するんですね。また雨が降ると大水で魚が流されるんですよ。流された魚はやっぱり元に戻らないと生息環境ってものすごい少なくなっちゃうんですね。芥川のもう生物多様性の回復というものを担っているのが漁道で、とっても大切なものなんです。なるほど。魚たちの安全を守るためにも魚道が必要ということですね。では芥川の魚道、今日紹介していただけますか？はい、では実際の魚を見てみながら、はい、説明しましょう。はい、お願いします。芥川は高槻市の中央を南北に横断している 23.2km の河川で、大阪湾と琵琶湖をつなぐ淀川に合流しています。芥川と淀川、琵琶湖、大阪湾はつながっているので、生き物たちはこのつながりの中を行き来しています。昔は芥川は様々な生き物がいる豊かな川でしたが、水害対策や農業などで川の水を活用するために落差港や堰が設けられ、魚をはじめとする生き物たちは遡上することができなくなっていきました。山本さん、芥川に魚道を作ったきっかけって何だったんですか？今から、ね、約20年前、平成16年に鮎が見つかったんですよ。芥川に鮎がいたんですか？そうなんです。私も驚きました。最初はね、上流から放流されたものかなと思ったりしたんですが、間違いなく淀川から登ってきたんです。ちょうど登ってきたところにはね、すぐに大きな堰があって、ちょうどそこから登れなくなってしまったんですね。でこれを何とかしたいな、雪橋まで登らせたいなと思って活動を始めたのがスタートです。平成16年の芥川大橋での鮎の発見からおよそ1年、この鮎たちを上流に登らせ、鮎をシンボルにした川作りを目指そうと、平成17年7月7日に13の市民団体とアドバイザーなどの学識経験者、大阪府高槻市からなる芥川人と魚に優しい川作りネットワーク、愛称芥川クラブが誕生し、魚たちの環境を守ろうと様々な活動が始まっていきます。先ほど山本さんが鮎を登らせたいという思いがあって作られたとおっしゃってたんですけど、どういうものから始められたんですか？はい、すぐにでもね、しっかりした魚道を作りたかったんですが、はい、まずは最初に
本当に効果があるのか、はい、土のうで魚道を実験的に作ってみました。いつ頃どのあたりで作られたんですか？平成17年にまず土のうの魚道作ったんです、はい、それから計3箇所やっぱり土のうの魚道を作りました。2500袋の土のうを延々と並べて土のうを作りました。当然ね、雨が降ると増水して流れてしまいます。それも収録しながらやってたらやっと鮎が残ったんです。たくさんのね魚も残ってきたので本当に嬉しかったです。土のうによる魚道で遡上の効果を実感できたため、河川管理者である国土交通省や大阪府に魚道の必要性を呼びかけ、平成18年からは魚道の設置を進めていきます。その後市民団体が中心となってこの取り組みをしっかり責任を持って続けていけるよう、平成20年2月には NPO 法人芥川クラブが発足。芥川をより良い川にしようと試行錯誤が繰り返されていきます。芥川の魚道には皆さんのいろいろなこだわりが詰まっていると伺ったんですが、はい、ここは芥川都市港の魚道と、はい、少し上流にある西福寺落差の魚道は、はい、とっても登りやすく、こだわりの技がいっぱい詰まった魚道です。オリジナルというか、オリジナルの魚道ですね。そうなんですね、はい、この芥川の魚道は階段上にプールが連続した芥川オリジナルの魚道です。冬をね、小型の魚たちは岸沿いに登ってきます。だから魚道は岸沿いに着くのが普通ですね。で、下流の段差では川の中央部に砂が溜まってるんで、はい、左右岸両岸に魚道を作りました。設置する上で考慮したことはありますか？はい、この場所は段差が低くて、はい、段と段の間が長いので勾配の緩い階段式の魚道を作ることが可能だったんです。引き込み型と呼ばれ、魚たちが見つけやすい構造になってます。魚が登る道の部分、スキリプターって言うんですけれども、ここはね、深いところと浅いところを両方作りました。このスキリプターから流れ落ちる流速が速いと早く泳げない魚は登れません。ですからここではたくさん芥川にいる及川が全力で泳ぐ速度よりも遅くなるようにします、はい、それから魚の背中が出てしまうとね、泳ぎにくくなるんです、はい、ですから鮎とか及川の体に合わせた深さを設定しています。鮎が登るようにするのはもちろんですが、他の魚も登れるように考慮して作りました。なるほど、その場所に生息している魚の特徴や川の状況などいろいろなことを考慮して作られているのがよくわかりました。この近くにもう一つ魚道があるんですよね。それが西福寺落差港の魚道でしょうか？はい、そうです。ではそちらも教えていただけますか？行ってみましょう。はい、山本さん、こちらも階段式の魚道ですか？はい、こちらもね、芥川東司港と同じタイプの魚道です、はい、ここ西福寺落差港の特徴は上流側に飛び石を設置していることです。人が渡ることができますので、魚道のそばに寄ることができるんですよ。そうなんですね。魚道ができてから何か変化はありましたか？はい、最も大きいなことは鮎の生息範囲が大きく広がったことです。自然博物館アクアピアでは魚道を登った魚を調査しています。ここに生息している魚の全ての種類がこの魚道を登ったことが確認できました。3時間で100匹を超える魚たちが登ってきたこともありました。泳ぎの上手ではないシマジョジョとかカマツカなどの低水魚も登ってきています。いろんな魚が来てくれて嬉しいですね。気温が高くなると子どもたちの遊び場にもなると思うんですが、この飛び石とかをこの魚道だって気づいた人少ないんじゃないですか？そうですね、はい、ここには飛び石があるので、この魚道を登ってきた時に運が良ければ
はい、足の間を魚が登っていくということもな、はい、あるかもしれません。ちょうどこれから7月8月魚がいっぱい登る時期です。ここに登ってきてね、じっくり魚道を観察してほしいです。それは嬉しいですよね。ちょっと安全に考慮して安全に遊んでほしいですね。そうですね、川はね深いところもあるし、はい、天候の急変によって川の形相当変わります。やっぱりね大人が一緒に子供に来てもらって、はい、子供だけで遊びに来ないようにしてほしいですね。状況によってはライフジャケットとかそういうものを着て安全対策をしてもらうっていうこともね考えてほしいですね。そうですよね、安全第一ですよね。そして山本さん、まだまだ芥川にこだわりの魚道があるということですが。はい、ありますよ。全国的に珍しい魚道を紹介します。はい、お願いします。